はい、立岡です。こんにちは。スーパー営業マンっていう存在を信じる売り主さんとかオーナーさんって結構いらっしゃるんですね。で、スーパー営業マンっていうのがどういう人を言ってるのかっていうと、例えば、本来4500万、せいぜい4500万でしか売れない物件を、そのスーパー営業マンだったら、5000万で売ってくれるんじゃないかと、そういう営業力のある不動産会社を、求めているというか、探している売り主さんって結構多いんですよ。でも実際、不動産の情報が今のようにレインズで一般というか、不動産会社間で公開されていない時代であれば、いざ知らず、今のいろんな情報が出ている中で、口八丁手八丁で、本来の実力以上の金額で売るっていうことができる営業マンっていうのはもう存在しません。で、昔はそういう人たちのことをやり手営業マンですとか、スーパー営業マンとかっていう人が言うことが多かったんでしょうけども、今はそういう人たちのことではなくて、スーパー営業マンとかそういうできる営業マンっていうことをですね。じゃあどういう人を、これからの不動産の営業マンでどういう能力が必要かって言ったら、やっぱり提案力になってくるんですね。4500万でしか売れませんと。で、5000万で希望ですと。そうなった時に、じゃあ、金額4500万なんですけど、じゃあこれをじゃあ少しでも売り主さんの希望に近づけるためにはどういうことをしていったらいいのか、そういうことを提案する。で、実際4500万にしか売れないっていうことを理解して納得してもらう。その上でいろんなことを販売する方法を、そうですね、やってみる実行力。そういったことが、営業マン、不動産会社の担当者には求められてくる能力なんですね。昔のように、口先だけで、いや、この物件はあなたにとって最適の物件ですと、今は逃したら他にこんなに物件二度と出てきませんよと、いわゆる、セールストーク的なものが、上手な営業マンっていうのは、まだちょっと中にいるんですけども、業界の中では。ただ、そういった能力だけで今後仕事をしていくことは難しい現状ですので、売り主さん、オーナーさんはそのあたり、よく十分ご注意していただいて、不動産会社選びっていうのをしていただければと思います。以上です。ありがとうございました。